はい、皆さんどうもラスです。今回はキーボードの数字入力の仕方に関してですね、解説をしていきたいと思います。ということで早速やっていきたいと思います。数字の入力なんですけれども、まずですね、半角全角の数字入力というのがあります。で、半角と全角の数字入力の切り替えに関してはこちらの左上の方に、あるですね、この半角全角キーを押して切り替えをすることができます。 A 数字入力の場合は半角の数字が打てるようになります。で、日本語入力の場合は全角の数字の方の入力ができるようになってますので、まずはね、これを覚えておいていただければと思います。では、その前提で数字の入力の解説をしていきたいと思います。数字の入力なんですけれども、ちょうどね、ここにある半角全角キーのところを見ていただくと、ここの左下にですね、数字が印字されているキーがね、横並びにバッとね、左から、1,2,3,4,5,6,7,8,9 で0ですね、ここまでありますので、ここをね、打つと数字の 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 までが出るようになりますので、これをですね、皆さん試してみてください。で、先ほど解説しました通り、ここでね、A 数字入力になってると半角の数字 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 が打てますし、日本語入力になってると全角の先ほどの数字が打てるようになるという感じです。皆さんね、メモ帳とか開いて、まずね、数字の入力をこれね、できるかどうかを試してみていただければと思います。ではですね、続きましてもう一個ね、数字の入力の仕方がありますので、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、ではですね、もう一つの数字の入力の仕方なんですけれども、キーボードによってはですね、こっちの右側に点キーというのがありまして、あるキーボードとないキーボードがあるんですけれども、ある場合はこちらでもですね、数字の入力ができるようになりますので、これはね、解説していこうと思います。で、数字入力なんですけれども、まずですね、このナムロックっていうのを押して、ナムロックが、オフになってると、この点キーを押しても数字の、ね、入力できないので、このナムロックがオンになっていることを、確認してみてください。で、その後にですね、この 1,2,3,4,5,6,7,8,9 で0ですねっていう数字をタイピングすることで、キーをね、押すことで数字の入力が、できるようになりますので、これをね、覚えておいていただければと思います。で、この点キーを使っての、数字入力の時は、先ほどね、日本語入力が A 数字入力に関わらず半角入力になりますので、覚えておいていただければと思います。最後にですね、じゃあ実際にメモ帳とかで打った感じ、どんな感じになるかっていうのを確認しておきたいと思います。まずですね、 A 数字入力、半角入力の数字入力の場合どんな感じになるかっていうのを試していこうと思います。こんな感じですね、まず半角の数字ですね、こんな感じになります。で、今度ですね、日本語入力に切り替えての数字入力をやってみたいと思います。こんな感じになります。ちょっとね、半角より全角の方がね、文字の幅が大きくなるので、これね、ちょっと覚えておいてください。綺麗にね、見栄えが見えるのは半角の方かなと個人的には思ってますので、まあね、基本的に文章とかの書くときにはですね、半角全角どっちの数字を使うのかを確認しておいた方がいいかなと思います。こんな感じで数字の入力のされ方、この文字の大きさ幅とかが半角と全角で違うので、これをね、覚えておいていただければと思います。点キーを使ってやる場合は、このナムロックね、オフとオン切り替えがあるので、自分のね、パソコンの場合はこんな感じで画面にナムロックのオンとオフが出るんですけれども、パソコンによってはですね、キーボードの方にナムロックのね、ランプがついたりついてなかったりとかあるので、お使いのパソコンの方でナムロックのこのオンオフがどこでね、有効になってるか確認した上で、ナムロックがオンになってる状態で点キーを操作するとこんな感じで数字がね、打てるように、なりますので、覚えておいていただければと思います。キーボードのね、上の方にある数字キー、横並びの数字キーを使って、数字を打つか、で、点キーを使ってですね、数字を打つか。で、点キーを使うと、まあ、電卓打ちみたいな感じができるので、電卓みたいな使い方するときは、この点キー使った方が若干早いかなというような感じを持っていますね。ということで、今回ですね、簡単にはなるんですけれども、数字のね、入力の打ち方を少し解説させていただきました。私のチャンネルではですね、こういったパソコン関係の役に立つ動画を配信していっておりますので、皆さんね、もし気になる方おられましたら、チャンネル登録ね、よろしくお願いいたします。今後の励みにつながりますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。